もそれをやれるんだったら違うとこ行けばいいよ。好きなんでしょ俺が。俺も好きだ。なんだこの話。だって、小泉さんが3番取るっていうところで、俺も嫌な予感したんだけど。熊とお坊さん、よろしく。これが多分テレビ出ると思います。はい、よろしいでしょうか。スタートマシャルありがとうございます。それでは参りましょう。プロダクションクラス決勝 A にスタートいたします。フライングにご注意ください。さあ、綺麗なスタート。そして早くもバトルを繰り広げております。プロダクションクラス決勝 A に、さあ、僕は5人に学んで、2番手に近づいて、3番手離れ、4番手上がるので、伊藤住職、良太選手、石黒選手、佐久間選手もいます。さあ、やはりプロダクション経験の豊富な2人がレースをリードしていきます。さあ、ホームに選手、足元だ。ここでこけたか。さあ、しかしまだまだ始まったばかり、まだ1分経っておりません。いかにここから諦めずに走り切るかが、やーっと、あ、治った。さあ、かなり荒れてきておりますが、やはりそんな中でもきっちりとスピードを保っているのはこの上位以内。そして赤坂選手がその2台に食らいついていっております。さあ、伊賀県ラウダ、かなりの安定感を身につけてトップになっております。さあ、しかし熾烈なのはこの2台ですね。小泉選手と比べて、なんと差は5分7秒差。さあ、うまくこの変わる路面コンディション、そしてこの8台の走行ですが、うまくレースを止めずに走っております。さあ、時計の方もいいタイム出ております。1番の K は2番手の力選手が8秒27秒、小泉真央選手が8秒350、3番手天原選手が3番手で8秒530。さあ、さあ、ここで小泉選手がゲット。力選手が組みました。2番手に小泉真央選手、ラシネスの争いを見せておりますプロダクションクラス。さあ、またこけた。小泉選手転倒を起こして、いや、浅間さん、ゆっくりでいいですよ。さあ、と良太選手はここでこけちゃうか。さあ、もうピット側でこけるとマーシャルはなかなか入ってないので一時間かかります。さあ、直前のこの操縦台、自分から見て右側のコースではトラブルを起こさないように走るのが非常に重要ですね。逆に拾ってもらいやすいところは大体攻めてみるのも大事です。さあ、トップは近田選手、2番手に小泉選手、小泉選手が戻ってきます。さあ、近田選手がかなりリードを広げていますね。さあ、小泉選手とは6秒差。さあ、ほぼ一周しようとしております。さすが力選手、今年のプロダクションクラス優勝候補に遠ざけあります。昨年まではナローチームで名を馳せましたが、さあ、さあ、小泉選手ここに絡んで、力選手が全車ラップで残り4分30秒。いや、まあ、住職はまだじゃない。はい、住職はまだ。いや、住職は、住職、誰も知らない。あれ、住職2位じゃないのこれ。はい、2位じゃないの。はい、順位整理しましょう。トップ力選手、2位小泉選手、3位赤坂選手、4位伊藤住職。俺2位だよ。住職抜けてるみたいです。あ、抜けてる。あ、まあ、とりあえず後で足すんで、はい、5位石黒選手、6位原選手、7位加藤選手、8位良太選手。じゃあ、小泉選手がガチなのね。いや、違うみたいなんだ。違うと。じゃあ、どけよ。バカかよ、お前。住職頑張れ。さあ、住職が、なんか、
か、巨人選手を邪魔してるだけなのか、ガチなのか。さあ残り3分30秒。さあ近田選手がまた迫ってきたか。近田選手これで2ラップ、いや1ラップじゃない、ラップ返しした、そうそうそう。おい、おいこの野郎、このさあ、ニプラウ戦を繰り広げております。両者2台、しかし近いところは石黒選手と原選手の1秒差くらいでしょ。あとは3秒以上離れてるわ。結局なら、これブーちゃん2位なの。ブーちゃん2位ですよ。ブーちゃん2位、なんだ、優勝じゃあ合ってる。優勝3位。さあ3位に、あ、伊藤優勝と、あ、4番手赤坂選手が3秒差、そして4番手赤坂選手と5番手田中選手が7秒差、5番手田中選手と6番手石黒選手が2秒差、6番手石黒選手、7番手原選手が同じく2秒差、そして7番手原選手から16秒後方に8番手城田選手となったので、残り15分30秒。さあ、近田選手圧勝か、これはファイナルいけそうか。再び頂きに登るのか近田選手。まあでも皆さん、近田選手一昨年の、あ、じゃない、昨年のナノスリーグランドファイナル走っておりましたね。まあ、あの今日 B メインでしたけど、今日 B メインでした。去年の全国大会では最後の8位になっている。さあ、しかし今年は続く残り1分50秒。おい、何やってんだよ。さあ、石黒選手と田子選手がほんま9秒差。よし、あ、違う、タクム選手と原選手がここに来る。さあ、タクム選手から6番手、7番手原選手、6番手争いが激しくなっております。1分30秒。あれ、重賞か何か、これ3位じゃねえの。さあ、重賞3位ですが、2ラップ差です。あ、そうなんだ。はい、なんかブーちゃんのガチじゃねえんだ。さあ、原選手がタクム選手を伺います。原さん、え、重賞の後ろだ。あ、近いところはそんなところか。わかりました。さあ、タクム選手ここで決闘。はい、クリア、残り1分10秒です。さあ、順位の変動はなさそうか、これで。おい、おい、ちょっと、マーシャル、マーシャル、なに、おい、ちょっと、起こしちゃった、起こしちゃったよ、マジで。残り1分、あぶねえ。さあ、力選手、総攻撃を受けているか。ポイント選手の差が一気に詰まっているかな。選手が残り45秒です。さあ、佐藤選手、原選手はこの4秒か。あれ、もっと離れた。はい、残り30秒。さあ、近いところはないですね。一番近いところでも2秒近く。あとは全部3秒、7秒、6秒、12秒以上になっております。残り15秒。さあ、近田選手、勝って名を上げるか。田中選手、きっとこの動画も全国のプロダクション技術が見ていることでしょう。そしてここで8分経過です。そこからゴール、赤坂選手ゴール、設楽選手ゴール、石黒選手、原選手、小泉選手、伊藤選手ゴール、田中選手、両方選手、全者ゴールです。はい、プロダクションクラスの決勝へ見られると優勝は設楽選手。第2位、ゴイズミ。